車っていうのは手足の延長線上にあるもんだっていうふうに思えるような間柄なんです。これが人馬一体の神髄なんですよ。車とドライバーの間にもその関係を作ろうと。なぜそうしたいかというと、思い通りに動く楽しさなんですよ。